ケビン・エアーズは、イングランド、ケント・シューハー・アンウェイ出身の作曲家、シンガー。初期のイギリスサイケデリック・ムーブメントや、カンタベリー・ミュージックに深く関わった人物。1960年代における、サイケデリック・バンド機のソフトマシーンの創設者の一人であり、バンドでは、ベースとボーカルを担当した。ソフトマシーンだった後はソロに転じ、独特のバリトンボイスを聴かせた。 ソロのバックバンドでは、マイク・オールド・フィールドが在籍していたことでも有名。6歳の時に家族と共に、マレーシアに移住、12歳までを同国で過ごす。ケント州に戻って、エセックスのハイスクールに進学するも、16歳で中退して、放浪の旅に出る。18歳の頃にマリュファナをめぐるトラブルからロンドンを離れ、ケント州に戻り、シュートカンタベリーに居住するようになる。 この地でエアーズは、ロバート・ワイアットの母親が経営する下宿や、ウェリントンハウスに寄宿し、ワイアットや、マイクラ・ラトリッジ、デイビッド・アレンらと出会う。互いの才能に触発された彼らは、1964年に、ワイルド・フラワーズを結成。1966年にはそこから発展する形で、ソフトマシーンが結成され、エアーズもその一員として再びロンドンに拠点を戻し、 サイッケデリックシーンにおいて注目を浴びた。なお、こうしたコンスタントな音楽活動を始めるまで、スペインのイビサ島やマヨルカ島、モロッコなどを何度となく放浪したとされ、これらの土地で身につけたある種の無国籍的な感性は、後年における彼の音楽をニュアンスに富んだものにしたと言われる。ソフトマシーンは、ジミヘンドリックスの前座で二度の米国公演を行うが、 このツアーで精神を消耗したヤーズは、1968年12月にバンドを脱退。ベースギターをミッチ・ミッチェルに売り払うと、ガールフレンドと共に再び、イビサ島へと陰遁する。同等で自分のペースを取り戻すと、よりシンプルなソングライティングの才能を発揮し始め、1969年に、おもちゃの喜びでソロデビュー。以降、バンド形態の ザ・ホール・ワールドやソロ名義でコンスタントにアルバムリリースを続け、一部に根強いファン層を開拓した。1974年のライブアルバム、悪魔の申し子たちからその歴史的集会よりにおいては、ワイアットやオールド・フィールドのほかブライアン・イーノやジョン・ケール、ニコラのゲスト参加を得て話題を呼んだ。過去においては、アンディ・サマーズ、 オリー・ハルソールなどのミュージシャンと活動を共にしていたこともある。特にハルソールは1974年以来エアーズの片腕として行動を共にしたことで知られ、その関係は彼が1992年に死去するまで続いた。イビサ島からイギリスに戻ったのは1990年代中頃で、その後フランス南部に移り、終生をそこの住居で過ごした。最後の作品は、 2007年9月リリースのアンフェアグラウンドである。2013年2月18日、フランスの自宅で死去。68歳没。枕元には燃えないと輝くことはできないというメモがあったという。ありがとうございます。